ナオチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はコメントありがとうございます。このスキルを検証してほしいということですね。月報です。パワーダッシュ、スカイダッシュが無敵になってスタミナ消費をスキルレベルに応じて軽減するとなってます。これレベル3からレベル5まで、今回の魂の海図で上がってます。どれぐらいあるんだろうね、効果が。これ2つスキルスロット使うのである程度ないとつける人はいないんでしょうけども、まあとりあえず測ってみましょう。それではまずはですね、スキル何もつけてない状態でパワーダッシュをして、どれぐらいスタミナを使うのか見てみましょう。丸押しっぱなしにしますね。パワーダッシュを押しっぱなし、半分だね。うん、この丸の半分1回のパワーダッシュで使うみたいです。これがスキルが入るとどれぐらい軽減されるのかな。スキルありでやっていきます。スキル月報だけついてますね。はい、これでいきます。さっきが、丸の半分までスタミナ消費したので、それがどれぐらいになるんでしょうか。やってみます。長押しですね。あ、4分の1、さっきの、何もない時に比べて半分で済んでますね。スタミナ消費は、半分になるっぽいです。あ、これはね結構でかいかもしんないね。移動がかなり楽になりそう。では続いて継続時間を測ってみようと思います。スカイダッシュをして、どれぐらい継続させることができるのか、これが結構違えば面白いけどね。スキルまずは何も入ってません。ではスカイダッシュしてみましょう。で、編集の時にストップウォッチをつけて、測りますね。ではスタート。あ、結構減っていくね。まあまあこんな感じだよね。はい、ここまでですけども、何秒だったんでしょうか。では次は、月報を入れてからやってみましょう。それではスキルを入れてみましょうか。月報入ってますね。さあどれぐらい継続するのか、いきます。あ、明らかにね減らなくなってる。明らかに減らない。あ、これ全然違うわ。全然違う。はい、時間としてはどれぐらいなんでしょうか。まあ編集の時にね入れてみますけども、まあまあ、まあ、体感全然違います。全然違った。それでは編集終わりまして結果発表といきましょう。月報の効果はスタミナを 40% 軽減してくれます。40%、 まあそれなりだと思うんですけども、スキルスロット2つ使うので、どうなんでしょうね。まあ好きな人は入れてもいいのではないでしょうか。俺は入れないかな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。